しております。今日の予定はこれからヨガに行ってパタビコンマーケットの場所に行って仕入れを行います。その後は友達に連れられて注射を打ちます。注射打って何元気な元気になる。そうです。詳しくは知らないです。朝食こんな感じです。はい、まあ、それでは食べて行っていきたいと思います。パタビコンマーケット。施術受けます。このクリニックにもガネーシャがいました。やっぱガネーシャは何事もうまくいくようにとか、ここはクリニックだから健康促進って商売繁盛、いろんなところでガネーシャがいてありがたやっていう感じで、本当にタイ人にとってはすごく身近な神様、お偉いって感じよりはもっと神秘な感じ、そういう神様っていう雰囲気を感じる。だからガネーシャが好きで、僕もここにガネーシャの、まあ、純金ネックレスつけてますけど、すごい守られてるなっていう、そんな感じがします。これから
注射を受けてリブーストって言ってました。体の中の悪いものを取り出して元気になる、そういう感じらしいです。楽しみですね。今のところ何も感じない。5分ぐらい経過しましたが、今のところは特に何も感じてないです。ここがちょっと高いスーパーマーケットです。こんな感じで案内の人もいるし、駐車して20分ぐらい経ちましたけど、やっぱりまだ何も感じない。あの友人はリブーストリブーストって言ってますけど、もうそれ以上の説明がないんで、ちょっと分かる人いたら教えてください。僕には分かりません。タイに住んでる人とかもし見たらぜひ教えてください。お願いします。富士リンゴ、500円、高っ。アップルソン富士85バーツだから350円、高っ。ここは普通のスーパーマーケットよりちょっと高いらしいです。富裕層が来そうな感じはします。見てください、すごい綺麗イルミネーションが。この年末に来るの初めてなんですけど、タイにいつも通り暑いの想像してたら意外と涼しくてすごい快適。シャツ着てちょっとちょうどいいぐらいの気温で、一番過ごしやすいかもしれないこの時期がタイは。だから暑すぎずにイルミネーションを見れるっていうのがちょっと新鮮。いや逆に暑い中見るのも面白いかなと思ってたんですけど、意外と涼しくてびっくり。こんな感じですごい綺麗です。こういう感じでどこでも行ってます。だから10分かハハハ。誕生日だから選べって言われて選んだけど、これ外したらちょっと責任感じるやつ。トップスマーケットです。あらやあらやアポーアポー富士アポー45バーツ180円、まあ同じぐらいかな。トップスマーケットはやっぱちょっと安いね。ドラゴンフルーツ、そういうことだね。He's not fresh. Sorry, sorry. Man, let's get it. Man, I'm not cool. Let me hang on. キビンがかわいい。お家に着きました。今日は一日が長かった。ヨガしてマーケット行って注射打って、まあ、友達の妹にクロミちゃんのお土産を渡して終わりました。また明日もちゃんと仕入れもして楽しく過ごしたいと思います。そんなこんなのタイでの一日でした。こんな感じで今後もタイでの仕入れの様子であったり生活について一日を撮っていこうかなと思ってますので、ぜひこれを見てタイに行きたいなって思った方参考にできるかと思いますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではバイバイ。